スの角度は30度。どうもイケリヌです。今日はですね、今夜なんですけど、これからサケリヌがうちに来るんですよ。で、今日ね、ちょうど M ステでオレンジレンジさんが花を歌ってるのを見たんですよ。で、私とかサケリヌってもうちょうどオレンジレンジさんがドンピシャ世代なんですよ。で、もう花とかもうめっちゃ聞いてたのね。そんな感じで、ね、思いついてしまったんですけれども、今日はですね、サケリヌにバレずにどこまでオレンジレンジの花の歌の歌詞を言えるのかやっていきたいと思います。それではリッツラゴー。で、そう言い忘れてたんですけど、サケリヌにはこれから30分ぐらいダラダラ喋るだけの動画を撮るよって言ってあるので、その中でね、検証していきたいと思います。そう、ピースの角度は30度。どうもイケリヌです。そしてどうもサケリヌです。負傷してるんだけど大丈夫。大丈夫。さあ、はい、今日は何の動画かと言いますと、引っ越し準備をしながら語る動画です。全然できてないですけど、そうやばいんだよ。何にも詰めてない、1個しかやってない。ね、私だいぶね、ゆきりの引っ越しで忙しいかなと思ってさ、ね、しばらく来てなかったけどさ、何も変わってない。でも私は今日さ、2月1日とかだから中学受験だね。そうだね。あ、花びらのように、散りゆく、散っていいのかな。やめなさいよ。そんな中でのね、引っ越し作業ですよ。手伝いってこと？入れながら、あ、思い出もあったねみたいな。そんな時代も知らない？怖くないこの絵。うん。開けた瞬間に君に出会えた奇跡って感じ。いい話。なんか不気味な同レベルだもんね、これね。愛し合ってる。なるよ、これは。めっちゃ愛し合ってる。とりあえずこの辺の本を入れます。お、入れてこう。か。何、星好きなの？星。ハッピーバースデー。おー。あ、木下ゆかってあの有名な人じゃんか。そう、すげえ。木下ゆかさんがくださったんですよ。こんな感じで、入れときましょう。これをね、2人で乗り越えていきますよ。これは入れとけ。こんなもんかな。まあ全然余ってるけどね。ということで、あなたのそばで叶えてだろうって言ってる。今日の動画はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。と思ったら仲いいねみたいな感じで言っていただいて終わったよね。終わりの挨拶したもんね。行きますか。行きましょう。気づかなかった。鼻水に落ちの、私は一体何の曲をずっと喋っていたでしょうか。あの日の悲しみさえ、あれ違うよな。じゃあ行きます。待って、何それ。何花びらのように散りゆく中で夢みたいに。そんなこと言ってた。なんか受験の季節だねって、花びらのように散りゆく中でだねって言って、それは散っちゃダメだよって言ってた。あ、そのままナイスアシストした私。ナイスアシストしてた。でも私は今日さ、2月1日とかだから中学受験だね。そうだね。あ、花びらのように散りゆく、散っていいのかな。やめなさいよ。愛し合っては言った。言ってないよ。マイク抱っこしてる時に言った。何愛し合ってんのって。愛し合ってて。その後はそのまま喧嘩して、いろんな壁二人で乗り越えて、言ったっけ、ゆうかさんの壁こんな感じで、入れときましょう。壁をね、二人で乗り越えていきますよ。これは入れとけ、入れとこ。めっちゃ計算高いじゃん、そんなこんなやつだと思ってなかったよ。頑張った。本当に都会に染まったな。
ということで、はい、本当に今日の動画は本当にきっと多分これで終わると思うんですけど、びっくりした。YouTuber みたいじゃん、マジで。イエイ。じゃあ、ということで。ということで、バイビー。バイビー。